I love you 第3話に関して話していきます。いやーもうテオくんが第2話からぐいぐい攻めているななんてそんな気にもなりましたけども、第2話のラストで早く僕を好きになってとユリを優しくハグしながらストレートすぎる告白をしていました。第3話はそこから翌朝、テオは怒涛のメッセージ攻撃で驚愕のアプローチを展開します。15分に1回ぐらいメッセージを送りまくっているんですけどね、これが嬉しいって思う人もいればちょっと重いなって考える、解釈はちょっと変わってくるんだけど、やっぱここはまあ別の国の方がやってるっていうのでそれを許容してるっていう部分もいくらかあるんじゃないのかなと。やっぱりこれぐらいグイグイ来てもらった方が嬉しいなって考える人からするとそれがなんかドラマにハマっちゃう要素なのかなとも解釈してます。でエレベーターで2人きりになった時にはテオくんが壁ドンをやる距離感の近さ、ユリも驚いてばかりいる表情を浮かべます。そんなわけでエレベーターで心の声がありました。クレナンイヘアハルス言った、わかるよ僕は理解できるよっていう、まあそういうことを言っていたのと、あとキダレオよ待ってくださいっていうね、まあそういうことを話していたんですね。まあここら辺に関しては TVer で心の声字幕バージョンという別のバージョンがあるんで、それを見ると何て言ってるのかが理解できるので、よければご覧いただけたらなと思います。まさに肉食系男子としてグイグイ攻めてくる対応にタジタジのユリでありました。これぐらいの攻めてくるようなのがむしろ喜ばしく感じる人もいますけども、しかしユリの場合には社長を務めていて責任を背負い込んでいるのもあり、公私混同を避けたいという思いに駆られテオを注意しますね、いけないよっていうか、もう少しメリハリをつけなきゃいけませんねっていう職務意識があるってことですね。その言葉によってテオは素直に従うも、今度は逆にどこかよそよそしい態度に出ますね。これがどうも極端な感じでテオくんが来てるんですよね。100か0かみたいな、それの2つに1つだけでこうちょうどいい火加減をまだ心得てないというか、そういうもどかしさがあったようですが、ユリとしては他の社員と同じような接し方をしてほしいと戸惑いの様子を浮かべます。まあ、ここら辺に関してはね、永遠の課題でもありますよね。近すぎるんじゃないのかとか、やりすぎじゃないか、でもちゃんと踏ん切りはつけなきゃなっていう、そこら辺でね、どうしたらいいのかで悩んでいるようでもありました。またテオが流暢に英語を話すシーンもありました。子犬系男子としてグイグイ攻めてくるだけじゃなくって、そういうね、頼りがいのある姿勢も示していました。そんなテオくんに視聴者からは英語ができるのがかっこよすぎるという肯定的な反応がありました。特にハングル語を覚えると日本語にはない発音もハングルでは書いてあるんで、韓国語で英語を勉強すると発音を覚えるには効率的なんて、そんな指摘もあるぐらいですから、テオくんもご多分漏れずそういう国際的な発音とかに関して気をつけているようでもあります。そしてどのようにしようかモヤモヤしながらも、ユリが夜に仕事をしているとテオがスンドゥブを持ってきてくれますね。割とこのドラマ韓国料理も登場します。チャプチェを食べていたり、今回はスンドゥブであえてそういう風にやっているんですかね、韓国文化をチラ見せすることでのね、甘い表現とかも楽しんで見ている人もいるのではないでしょうか。でもそういう風に韓国の料理とかを出しているからこそ、テオくんがあれだけ距離感近くグイグイ攻めてても、その見てる人の中でその韓流ドラマとしてのテイストのあるドラマなんだなっていうことで、こういう姿勢できてるテオくんを受け入れられやすいような土壌が作り上げられているんだなというのを感じますね。日本のドラマだけを見てるとちょっとなーとか思う人もいるかもしれませんけども、こう韓流ドラマとして脈々と受け継がれてきた文脈として見てみると、それだけ飲み込みやすいのかなとも解釈してます。いずれにしてもユリはテオがよそよそしい態度をとっているのは公私混同をしないためと説明はされ、納得しつつももうちょっと普通にしてほしい、他のみんなと同じようにと要望を出すと、テオはそれはできません、みんなと同じは無理です、社長はユリさんは特別なのでと、そのように告げました。自分の思ったことを素直に言葉にして相手に伝えるのがテオくんの特徴です。もう我慢するとかそういうことはしないんですね。駆け引きとかもないのでストレートに自分の感情を表現しています。
裏表ないような態度で来てるのが、むしろ好感を持つ人も少なくないのではないでしょうか。そして一通り自分の思いを伝えた後は帰ろうとすると、花束を差し出す手を拾ったのでと、それで社長失礼しますと。韓流ドラマを熱心に見る人だと、拾ったのでと言って花をプレゼントするシーンがあるのはあるあるシーンだと SNS での指摘もありました。照れ隠しでそういうことを言うんですかね。それとも相手が遠慮して断らなくてもいいという気遣いのためにあえて拾ったんだよとか、お金を1円も使ってないんだよっていうアピールをする言い回しをしてるのでしょうか。まあ両方の意味も込めての発言だとも考えてます。まあいずれにしても相手のことを気遣っての言葉だと思いますね。またスンドゥブを食べた後にお礼のメッセージを送ると、テオがベッドの前でバタバタ喜びを表現しているのも可愛いと好評です。まさに子犬系男子の本領発揮ということでしょうか。喜び方がどこかね、もう無邪気な感じで、それが見ていて見守ってあげたいっていうような、そういう微笑ましく眺めている人もいるようです。いずれにしてもその後は食事をとり、お礼のメッセージを送った後はテオから、その花はリナリアです、花言葉を調べてと返信。リナリアの花言葉はこの恋に気がついて、もしくは幻想。それを見たユリはどっちだと悩みます。もうユリの場合悩まなくてもいいような気もするんですけども、あれだけストレートにね、テオくんが気持ちをぶつけてきているんだから、恋だと解釈してもうぬぼれでもないような気もするんですけども、あまり恋愛をしてこなかったユリは心を読むテレパス能力を使えない時には悩むようでもあります。察しがいいとかはテレパス能力があるからこそ感づくことができる、そんな感じのようですね。またユリたちは仕事の面でもいい話が飛び込んできます。ドルチェ&ショコラがショコラフェスティバルに出展しないかと依頼が届きます。その知らせを聞いて喜んでいる表情、またとないチャンスに胸躍りますが、その出店条件は開催までの8日間でバレンタイン新商品を作ることと。スケジュールとしてはカッツカツ。この無茶ぶりの条件もテオからの花をいただいたのもあって、花言葉とショコラを掛け合わせたアイディアを出し、新商品を作り無事に出店することになります。おしゃれさを出しているのがまたいい感じですよね。この時出店してお店にね、テオくんのその研究室の人も一緒に来てて、それでなんか好きな人をちょっと解釈を間違えてたんですよ。ゆりさんをテオくんは好きなんだけど、そうじゃなくって、小野田さんはどうも池本さんをテオくんが好きなんじゃないかって解釈してるようでね。池本さんはね、小野田さん見てありだなとかそういうこと言ってましたよね。ここら辺もひょっとすると何かしら今後恋に発展するフラグが立ってるようでもあります。ちょっと勘違いしてたのが、むしろ2人の距離を縮める展開につながっていそうな気になってます。いずれにしてもその出店も無事に終えてから、テオくんと街中のベンチで並んでアイスクリームを食べています。前回一緒にアイスを食べませんかとね、それが韓国では二人きりになりたいという意味だそうですけども、そうは言ってもね、真冬の街中でアイスを食べるというのは結構大変そうだなっていうか、せめて部屋の中で食べたいなってどこかで考えたりもするんですけども、まあこのような状況でもテオくんは嬉しそうな表情を浮かべます。そしてテオくんは続けて、バレンタインが終わったらご飯デートしてくださいと言い、約束として指切りをします。これがまあ今回話題にもなっていますね。テオくんのやった指切りは韓国式の指切りシーンで、その独特な方法に興味や面白さを感じたようでもあります。親指同士をくっつけてハンコを押すという意味 で手のひらをお互いにね、擦り合って、それをコピーするという方式。特にハンコのシーンではテオくんが人差し指をユリの親指に絡めて、こっち来なよってクイッて自分の方に手繰り寄せているっていうあのシーン、視聴者からは韓国式の指切りを初めて見たや、念入りすぎて面白いといった反応が多数寄せられています。
この指切りシーンが強烈でしたよね。ラストシーンでもオフィスでユリとテオくんがちょっとこのアイコンタクトしてる時に、他の人にバレないようにテオくんが小指を立てて約束というね、確認してましたね。ユリさん約束ですよっていう、まあそれを心の声でも話していましたけども、あれが素敵ね、2人だけの秘密っていうのを共有してる感じですね。また韓国語と日本語では約束がほぼ同じ発音なわけですよね。日本語で言う約束っていうと韓国人にも通じるっていうことですよね。心の声がわからないと思っているユリですが、さすがにここは約束だよというのは分かったのかもしれません。これらの反応が I love you が多様な視点から視聴者の関心を引きつけていることを示しています。特に文化的な要素やキャラクター間の関係性、独特なストーリー設定が視聴者の間で話題になっていることがわかります。あとは花岡ですよね。ユリがじゃんけんをするときに目をつぶる癖を知っていて、わざと負けていました、ね、そういうふうに譲ってあげるっていうことをやってて、こういうさりげない優しさがあるのを示しているのが SNS でも好評のようでもあります、ね、しかもその負けた後に負けてやったぞとかそういう感じを一切出さないで当然の流れみたいな表情を済ましているっていう、まあああいうね紳士的な振る舞い素敵ですね。そうは言いつつも花岡の優しさもある一面、ラストシーンでは花岡はテオくんが送ったという花言葉を調べていて、どうやらテオの恋心に気がついたようでもあります、うん、いよいよ次回から三角関係へと突入するようでもありますが、どうやら他にも会社では仁科明日香もテオくんに好意を抱いているようで、三角関係から四角関係に発展しそうな、そんな感じで物語はいよいよ本格的に動き出します。よかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。